飴とムチのゆまです。今日は飴ムチ2人の行きつけのお店の裏メニューエビピラフをゆま流にアレンジして紹介します。なんとそのお店の方から YouTube に載せてもいいと許可をいただきました。ぜひ皆さんもこの裏メニューを楽しんでください。 OK Let's get started。白米炊き込みで炊飯を始めます。ご飯が炊き上がりました。食卓の準備が整いました。エビピラフとエビの味噌汁です。のどかさん、エビ、カニ、エビ、カニ、これカニやったエビちょっとわかんない。どうも、アメブチののどかです。よろしくお願いします。食べますね。もうお腹いっぱい。お腹いっぱい。エビ、カニお腹好きすぎたんでいただきたいと思います。はい、わ、いいね。おこげいただきます。うまい。見て、みちゃん、エビ、カニそう、エビ、エビわー、うまい。これこれ再現できてる。うん、これあの裏メニューなんで、私たちの御用達のお店の裏メニューなんで食べれないんですけど、まあ作って食べてみてもいいと思います。なんかお好みの下塩かけてもいいよって言ってたけど、今日の気分はどうですか？このままで。あ、このままでポイントは
はじめに鍋で野菜とかを沸騰した時に沸騰したお湯に入れるのが一番臭みがなくなるんですって。でももう一個聞いたのは、沸騰したところに入れると臭みはなくなるけどちょっと身が硬くなるんですって。だから生臭くない方を取るかプリプリな方を取るかで調理法を変えるといいかなと思いました。私は海育ちなので、うん、もうこれでいいけど、苦手な方はそっちの言ったやつね。完璧完璧。もともとはさ、その今言ったように裏メニューでさ、初めて食べるとき衝撃だったよね。衝撃だった めっちゃ美味しい。なんで出さないのって思った。それで美味しすぎて作り方知りたくて通って通いに通いまくってね。で、自分でどうだったの、作ってみて。自分で作ってみて、あ、もうめっちゃ美味しかった。そのままだよね、これ。青森帰りたい、青森帰りたい。感じて、あ、俺感じます、感じて、感じて。じゃあちょっとまた食べるの忙しいので閉めちゃってもらっていいですか。はい、Talk to you later. Bye now. ベイビー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 。カニが恋しくなってる。ダメだったな、あのチョイスダメだったわ。エビとカニがなきゃダメだ、チョイスだったわ。あ、そういう歌なの。エビカニミックスっていう歌あるぞ。清水死ぬほどやってるよ。さらに残りのエビの殻をゆまちゃんにさらに揚げてもらい、させ、ちょっとさせ、いい音聞く、いい音聞く、いくよ、いくよ、いい音聞くよ。仕事してます。めっちゃ仕事してます。